ちふさん、ありがとうございました。とても楽しかったです。リリーベとミニティフさん。もう、盛りだくさんな一日でした。リリーベがお昼からで、そう、なんかお昼からのリリーベはなんかすごい、初めてでなんかウキウキしました。そう、場所がね、変更に、なんか、そう、間違いで、場所がちょっと、急遽変更になったにもかかわらず、皆さん、来てくださってありがとうございます。なので、外だったんですよ。屋内じゃなくて、屋外だったんですけど、朝、雨降ってたのに、やる頃には雨が止んで、しかも、もう特典会をやる頃には、すごい日が差してるレベルに変わって、すごい、誰か晴れ男、晴れ人間がいらっしゃったのかな。ありがとうございます。ラッキーさん、メギフトありがとうございます。ケイマさん、お疲れギフトありがとうございます。本日もお疲れ様でした。ありがとうございます。サンシャインが、ですね。サンシャイン。エイが晴れ女でしょ。ひなたでしょ。なれるかな、晴れ女。ゆうたさん、ハートありがとうございます。てれてて。なぜや、声はその後どう？そうだね。声はでも、ピークの時に比べたら戻ってきたかもしれない。ピークの時、やばかったもんね。もう、少年。まあ、でも今も、まあ、ちょっと私の声ではないなぁとは感じるんですけど、でもピークの頃に比べたら私の声に戻ってきた気がする。ゆうたさん、ハートありがとうございます。ただいま、今日はありがとう、楽しかった。ありがとうございます、本当にありがとうございます。来てくださってめっちゃ楽しかった。こんばん、咳がなかなか収まらない。そう、咳がなかなか収まらなくて。まあもう、うん、こんばんは。アンドゥさん、かわいいギフトありがとう。姫の橋の葉で早く引くって、ねえ、ちょっと今日はね、姫が、親知らずを抜いたんですけど、結構、まあ、想像以上に晴れて、今日はね、6人でのライブだったんですよね、昼も夜も。でも、気持ちは7人で頑張りました、今日のライブ。アンドゥさん、会議してありがとうございます。骸骨さん、ハートありがとうございます。今日はミニティフの方はニコ生で見れたし、見てたよ。オレンジ色のサイリウムたくさん。ねえ、今日オレンジ色のサイリウムたくさんで嬉しかったです。ありがとう。本当にみんな、オレンジたくさん売ってくれて、めっちゃ嬉しい。もう本当に、嬉しい。目が輝いてる。本当？急に6人でも踊れるのすごい。いや、本当に、しかも昼はね、急遽だったので、そう、夜はまだその気持ち的に、その、お姫が出れないっていう状態で、分かったんだけど、昼はめっちゃ急遽だったから、その急遽、その歌割りとかね、そう、
もう急遽すぎてなんか 結構弱みの、ちょっとこんな体感してみよう。同じメロディー、お前行こうのとことか。あとサンシャインの。はしゃぐ、こよ、地図を返せて、姫の歌わりとか。あと、サンシャインは、私がダンス踊って、姫がダンス踊って、みたいなシーンがあるんですけど、そこもなんか、めっちゃもう、本番直前に あ、そこをぜひ、二人分よろしくって感じで、もうなんか、もう考えぬまま本番に行っちゃって、なんか何をしてたか私でも覚えてないですってぐらいも、なんか、なんとなく音楽に乗ってた気がします。なんかさ、なんかかゆいと思ったんだけどさ、なんか、足の裏蚊に刺されたかも。それってめっちゃかゆいやつじゃない？ マシオさん、星ありがとうございます。ゆうとさん、星ありがとうございます。え、足の中に刺されたんだけど。なんかめっちゃ痒いなって思ってたんだよね。なんかさ、蚊に刺されてさ、まあどこに刺されても痒いけどさ、指とか足が一番痒くない？ 手と足が一番痒い。なんか指の間とかさ、蚊に刺されたら終わりじゃない？もう一生痒い。なんで？まあ、どこを刺されたとしても痒いんだけど、どこを刺されたとしても痒いけど、足とか指はより痒い。めっちゃ痒い、なんか。ケイワンさん、ランプありがとうございます。神経がたくさん通ってるし、ああ、そういうこと？関係あるんか、やっぱり。足の裏、そう、足の裏。かゆい。寝てるときに刺されるの嫌い。嫌だ。起きてるときもでも嫌だけど。なんでよりによってそこ刺すんってなる。いや、ほんとそう。ほんとにそう。無視的なやつないの。あ！ある。そう。ちょっと持ってこうよ。汚くないよね、私のソファー。そうだ、そういう時こそ。そういう時こそだよね。かゆっ。刺されの時期に、蚊に刺されの時期に、ってか、蚊に刺されの、まだね、まだギリギリ蚊に刺されの時期になってるかなってないか。ないですか。ファンの方が私に無比くださったんですよ、プレゼント。そう、それを使う時が来ました。しかもね、このね、ちっちゃい方の、なんか、持ち運び用と、なんか、まあ、家で使えるよ、みたいな。どっちもいただいたんで。もうちょい仮差し入れの時期になったら、これを持ち運ぼうと思います。ポケムヒ。かわいい。じゃあ、もうちょい、夏が近づいたら、これをカバンに持ち運びます。こちらはお家で。ありがとうございます。プレゼント。ファンの方から、無比のプレゼント。あと、アンパンマンパンチのプレゼントもいただきました。ありがとうございます、本当に。もう私、本当蚊に刺されが多いからね。わあ、でも今めっちゃ書いたからさ、無比塗ったらめっちゃ染みそう。
今さ、めっちゃかいたんよ。かゆすぎて。あ、でも、染みそう。え、塗ってみるよ。めっちゃ染みそうで怖いんだけど。絶対染みるよね。染みるよね。埼玉のおじいちゃんさん、ハート、ありがとうございます。ヤヒのことみんなで守ってるの、笑う。ありがとう、みんな。みんなさ、もう、こうやってなんか、ひなのために お買い支えた時のムーヒとかプレゼントしてくださったり、もうみんなに守られて、アンパンマンパッチいただいたり。日焼け止めとかもプレゼントしてくださったり、もうめっちゃ使ってます、もう。なんか、もうみんなのおかげでひな生きてる。ありがとう。塗ります。塗りますからね、無比。いや、でも、金柑に比べたら染みないでしょ。あ、染みない。え、染みなかった。よかった。めっちゃ気持ちいい。冷たくて、普通に。普通に冷たくて気持ちいい。これ絶対金柑だったら激しめてるやつだから。わあ、ありがとう。無品プレゼントありがとう。本当に。めっちゃ使う。もう、これから絶対、ひな、めっちゃ蚊に刺されるんですよ、夏。マジで。蚊に刺されてばっかいるからさ、夏は。もう、夏はもう、これがもう、めちゃめちゃこれ使うと思います。多分、配信にもたくさん登場するんじゃないかな、この無品。また蚊に刺されたよ、とか言って、多分、こうやって塗ってると思う。配信で だってさ、NGT の時もさ、よく蚊に刺されてさ、アンパンマンパッチ公開ハリハリしてたよね だから、アンパンマンパッチもいただいたので、その日塗ってアンパンマンパッチ貼って、これはカバンに入れて持ち歩いて、もう今のうちから、用意しとこう。開けて。ずっとね、まだ開かずにしまってたんで。え、ポケムヒかわいい。見て。めっちゃかわいくない？外出先で髪す、え、すごい！こういう感じ？かゆみ虫刺され。え、汗もにも効くの？めっちゃいいじゃん。え、最近、え、わかんない。汗もなのかわかんないけど、ひな、もう、やっぱさ、もう毎日ライブ、まあライブがもうすごい多いじゃないですか。で、今日のツイート見ていただいたらわかるかと思うんですけど、本当に変な、ライブごとにめっちゃ汗かくんですよ。見た？今日の写真。もうここら辺とかめっちゃ汗で濡れてたでしょ。あれが毎回なの、本当に。いつも写真撮らないだけで、今日は珍しく汗かいてるとこ写真撮ったんだけど、もうここら辺の、こう、なんかひなが今日ツイッターに載せた写真、顔もびちょびちょだけど、ここら辺めっちゃびちょびちょなのわかります？ひな、めっちゃ汗かくんですよ。ここら辺を。で、なんかひな、ここら辺が、ちょっと汗も気味になっちゃって、最近。ライブやりすぎて、もう毎回汗かいてたから、なんかちょっと最近汗もぎ気味になっちゃって、なんか首下が。だから、え、じゃ、これ汗もにも効くってことはさ、普通に無比って汗もにも効くんや。え、ジンマシンにも効くの？え、今の日に、ひなに最適やん。霜焼けってなんだっけ？霜焼けって何？霜焼けって、なんだっけ？なんか聞いたことある え、汗もに効くのめっちゃ強い。塗ろう。ここに塗ろう。そう、なんか、だから、なんか、ライブが多分ありすぎて、もう毎日汗をかいて、っていうのを繰り返しすぎて、ちょっと最近汗もっぽくなっちゃったんだよね、この、胸元上らへんが。それでなんか、かゆくって。
ええー、これ、汗もにも効くならじゃあ、もう全然今の時期からいいじゃん。しかもこういう系統。めっちゃいい。持ち運ぼう、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。もうみんなに支えられて生きてる。本当にありがとう。寒くて痒くなるやつね、霜焼けね。肌荒れ全般使え、ね。そうだね。こんばんは。痛い。昨日靴ずれしたんですよ。昨日靴ずれしたところが今痛いのに気づいた。今帰ってお雛と昼夜過ごして幸せだった。ありがとうございます。昼夜も来てくださって本当にありがとう。ありがとう。昼夜ライブ後も完璧だ。ね。スースーする匂い？まあ、スースーする匂いだけど、塗ってスースーするわけではないかも。匂いはスースーだけど、塗ってもスースーとかじゃない。だって今さ、めっちゃ書いた蚊に刺されに塗ってもさ、染みなかった。さすが。ヤヒを支えられるのはファンも嬉しいやつ。ありがとう、本当に。支えられて生きてる。エゾモンさん、ナンパありがとうございます。ケイワンさん、ナンパありがとうございます。あとは足のしびれが治る薬があれば完璧。いや、足のしびれ治る薬欲しい。本当に。新しい靴履いたの？いや、新しい靴じゃないんだけど、なぜか靴ずれしたんだよね。そう。靴ずれにも効くのかな？確かに。埼玉のおじいちゃんが秘密言った。もう夜中ですね。夜中ですね。みんな夜中に見に来てくれてありがとう。でもまあ今日は土曜日だから、まあでも土曜日だからといって別に仕事が休みな、みんなが休みってわけでもないけど。明日もお仕事ですか？それともお休みですか？人それぞれだと思う。絆創膏はよくこけるから常備してた。そう。絆創膏もファンの方からプレゼントでいただいたんですよ。でも、昨日、そう、いつも常備してるんですよ。絆創膏ちゃんとね。でも、昨日違うカバンで出かけたんですよ。だから絆創膏を常備してなくって、だから靴ずれしたのに絆創膏なくって、めっちゃ辛かった。明日も仕事頑張って。お疲れ様です。無比は汗も直すというより汗ものかゆみ止めるだけだから間違い。はい、わかりました。 でもさ、ほら、かゆみ、まあ直すあれじゃなくてもさ、かゆみが止まってくれればさ、こうカキカキしなくて済むじゃん。カキカキすることによって肌荒れるじゃん。まあってことだよね。今日は明日は休みだからゆっくりお出かけして、わ、いいなぁ。ゆっくりお出かけいいですね。ゆりべ一日も行けない継続中。ああ、お疲れ様、お仕事毎日。予定会うとき会いに来てね。ましおさん、星ありがとうございます。今日も明日もバリバリ仕事頑張ってください。いつもお疲れ様です。でも本当に今日はちょっとじゃあ、そろそろ終わりにしようかな。ちょっと短くて申し訳ないんですけど。明日はね、ショールーム毎日配信連続100日ということで、東京キュートキュートに入って100日ってことなんですよね、多分。入ってというか発表されて、私がキュートキュートに入ることが発表されて、100日でもあるんですけどね。でもそう思ったらなんか、
まだ100日かって感じ。なんかもう1年以上経った感じする。1年以上は。いやでも、なんか、すごい濃すぎて。え、ほんと100日って感じ。アンデさん、拍手ギフトありがとう。滋賀から名古屋行くの計画中。ああ、嬉しい。ありがとう。あ、今日あと名古屋の対バンも新しく発表されたので、皆さんぜひ名古屋の対バン会いに来てくれたら嬉しいです。名古屋に行った時に、名古屋の方が結構ありがたいことにいらっしゃったので、今見てくださってるかわかんないんですけど、名古屋で、リリーベと対バンさせていただくことになったので、もし予定があったら会いに来てください。よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとう。その気持ちわかる。でも、恋100日か。そう。今日ひなと昼夜過ごして、ひなのこともっと好きになった。ありがとう。ありがとう。明日100日記念日。そう。ん？何これ。 100なので、皆さんぜひお祝いしていただけたら嬉しいです。でも深く考えると100日恋。めっちゃ恋の。だから100日だと思えない。もっとって感じ。いろんなことがギュッと詰まって100人。そう。本当にそう。なんで。はい。明日の配信はライブ帰ってきて。そうですね。明日の配信は夜できたらいいなと思っていますので、皆さんぜひ一緒にお会いしていただけたら、夜、ライブ後。ちょっと何時になるかはわかんないんですけど。ライブ後。ショールーム見に来てくれたら嬉しいなと思います。お祝いしてください。 明日は、そう、明日はリリーベイがあるんですけど、オンラインの方のオンラインサインですよね。この間と同じやつありますよね。そう、ありますよね。エンタバー、アキバさん、オンラインでだけど、チキ買ったし、サインよろしく。ありがとう。嬉しい。本当にゲットしてくれてありがとうございます。そう、明日のエンタバー、アキバさんで、前回も、おととい？昨日？おととい？ちょっと、おととい？昨日か。もうさせていただいたんですけど、オンラインサインの方がありますので、皆さんぜひ、私のサイン、ゲットしていただけたらなと思います。配信中にサインを書くっていう、この間やったやつ、ぜひ、みんなにサイン書きたいので、ゲットしてください。よろしくお願いします。してくれますか？ してくれますか？サインとちょっとコメント書かせていただきますね。公開配信で。書かせてください、みんなのサイン。なので、ぜひ、ゲットしてくれたら嬉しいです。またオンラインゲットする。ありがとう。待ってます。毎日配信100日だし、いい記念に。そうだね。ありがとう、みんないつも。明日改めて、お祝いしながらお話しできたらなと思います。そう言われちゃったらしようかな。うれしい。声が変。嬉しい。ありがとう。楽しかった。嬉しい。今回もチェキたくさんだと嬉しいね。今回もチェキたくさんでありますように。なんか前回のチェキはすごい、なんか、ほんと想像以上にたくさんの方が撮ってくださって、もう一人ソロ配信だったんですけど、最終的に。楽しかったです。ありがとうございます、本当に。申し込みます。ありがとう。ということで、じゃあ、そろそろ終わりにしたいと思います。今回もヤヒドキ残り配信目指そう。みんな、残り配信させてください。でも、居残り配信とても楽しかったので、みんなのおかげでですけど、本当みんなのコメントなかったら私なんて絶対喋れてないです。ありがとうございます、本当に。なので、明日もよろしくお願いします。もし、居残りにさせていただけたら、明日もコメントたくさん待ってます。居残りにさせていただけるかはちょっとわかんないんですけど。
はい。ということで、ランキング読みたいと思います。13位、まこちゃさん、ありがとうございます。12位、ます先生さん、ありがとうございます。11位、ゴリポンさん、ありがとうございます。10位、ゆずきちさん、ありがとうございます。9位、じんさん、ありがとうございます。8位、うっちーさん、ありがとうございます。7位、ながれもんのさん、ありがとうございます。6位、がいこつさん、ありがとうございます。5位、ましおさん、ありがとうございます。4位、やっきーさん、ありがとうございます。3位、ゆうとさん、ありがとうございます。2位、アンドゥさん、ありがとうございます。第1位、ケイワンさん、ありがとうございます。屋台で見れたらいいな。嬉しい。もし予定あったら屋台で見てください。ライブの方も。配信ありがとう、休み。ありがとう、こちらこそ見に来てくれて。みんな、今日は本当に楽しかったし、幸せあったよ。ありがとう。うわ、こちらこそ。ありがとう。今日はライブ最高でした。ありがとうね。オンラインでも見てくださった方もいらっしゃって、本当にありがとうございます。直接来てくださった方も、オンラインで見てくださった方も、今日は行けなかったよっていう方も、応援の気持ちがとっても嬉しいです。毎日本当にありがとう。こちらこそ、本当にこちらこそありがとうございます。いつも。では明日は100日配信ということで、夜に一緒にお会いしてくれたら嬉しいです。ということで、今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさーい。ありがとうございました。バイバーイ。今日もリリーベとミニティフさん、本当にありがとうございました。もう本当充実した毎日です。また明日、リリーベ待ってます。ありがとうございました。おやすみー。またねー。ありがとうございました。